戦ですよね。そうなんです。すごいな。おそらくスターダム史上最速となるでしょうね。そうでしょうね。でもね、この鍛え上げられた肉体、やっぱこの素材というものはブルさんの目から見ても相当なものだったのは分かりますよね。もう腕がすごいですよね。そう、太くて長くて、はい、なんかイブシ選手に似てますね、DDT のね。似てますね、そっくりじゃないか、顔文字選手ね、雰囲気似てます、確かに、ね。さあ足を固めていこうとしましたが、このピンチすぐにユルファーが察知していきました。膝出式のドロップキック。あとそういった伸び伸びと、はい、まあ、スターダムによって育てられているというイメージがあります。危ない、ヨーロピアンクラッチカウンター2、サムソンクラッチでした。2カウントで返していったユルファー。まあ、やっぱりその今の時代というものは、はい、その選手の個性やスタイルを見て、はい、まあ、それに見合った、まあ、育て方といいますか。そうですね、絶対潰さないっていう、そうですね、個性を絶対潰さないっていう。それはやはりブルさんの頃からは違うものがありますかね。そうですね、潰されて潰されてそれでも残ったやつがいるっていう感じでしたけども、まあ、今はもう本当にいいところを全部取って悪いところはなくそうっていう、あの手っ取り早い作戦になったんじゃないですか。でも、まあ、ブルさんの時代から、はい、本当にその入門希望者が何百人って来る時代だったじゃないですか。そうですね、はい、何千人とかいましたね、はい、だからそのふるいにかけての次がいるっていうのがありましたよね、はい、そうでしたね、お前なんか辞めたって次いくらでもいるんだみたいなね、はい、会社の強気な感じがねありましたよね。でも今はこういうね、やっぱ才能ある選手が来たら、やっぱりなんとかして団体の、そして女子プロレス界のスターにしようというね、はい、そうですね。で、本人も分かってて、ちゃんとそれに応えようとしてますよね、はい、あの多分練習もすごいしてるだろうし、あとこんな上手いダークエンジェル選手とやってても、なんかほぼ3ヶ月っていうのは全く分かんないぐらい、そうですね、ね、器用で上手くて、ジャンプ力もあって、はい、カンガルキック。そして、まあ、このキャリアで、まあ、もちろんそのダークエンジェル選手、スターダムの選手とは非常に、ね、そのまあ、絆が深いですが、おっと三角締め飛びついていきました。やっぱこれだけのキャリアと実力を持った選手の下で学べるっていうのは大きいですよね。そうですよね、こんな上手い選手とできるっていうだけでも緊張で終わっちゃうのが普通ですけど、うん、全然やり合ってますもんね、はい、そんなこと多分奥美も思ってないのかもしれない。なるほど。あ、さあこれはきつい。そのまま自分の体調を利用しての三角締め。さあうまくテコの原理を使って抜けていきました。ダークエンジェル、うわおっ、打点高い、このドロップキック。しかしイロハもやり返す。いや、痛くないわけがありません、苦しくないわけがありません。ハートですね、すごいですね、ね、肘。おたけびを上げて、これは読まれた、セカンドロックのドロップキック、カウント2。捕まえて対角線に振っていく、そこに突っ込んできてジャンピングに。さあ完全にペースを掴むことができるか、チャンピオン。うん、さあフェイントだ、フェイント、フェイントからフラップジャックでコーナー、カウント2。読めませんね、チャンピオンの動きも、ね、なんかチャンピオンも今までちょっと付き合ってましたけど、そろそろ行きますよみたいな、そうですね、雰囲気が出てますね。そしてこの表情を見ても分かるようにイロハを舐めていません。さあこれブリティッシュフォールか、いや違う、ニーを叩き込んで、おお、お腹にかかと落としを落としていく。なんという多彩な技の持ち主、足も手もすごく長いですから、はい、自由自在に動いて使ってますよね。そうですね、おそらくなんかもう固有の技じゃないんでしょうね。その場その場で考えちゃってるんです、はい、とね、それで骨がすごく、あの関節が柔らかいですね、この人ね。そうですか、どっからでも曲げられるみたいな。まあ、ブルさんもダブルジョイントと言われていましたが、はい、はい、あの絶対怪我しないですよね、こんだけね関節やらないとね。あ、そういったのもやっぱ生まれ持った才能といいますか。そうですね、はい、怪我しないのは絶対才能ですよ。あ、
もうお尻が ね半分出ちゃってね、はい、これはダークエンジェル選手、これが普通ですか、はい、これが普通、はい、これが普通なんです、はい、サーブレバスターカウント2、対空時間をたっぷり取っていきましたが3は奪えませんでした。さあ今度はファイヤーマンズキャリーから何を狙っていくか、おお、そのまま遠心力を使ってマットに叩き捨てていきました、井上匠。そしてトップコーナーからこれがベルトを掴む一撃となるか、フロッグスプラッシュ、うん、カウントは2です。諦めてませんね、はい、さあ今度はバックに回るスープレックスから、スープレックスいった、ああこれは冷静に必要最低限の体力でカバーを返していきます、まあ、こういったそのポジショニングにおいても冷静ですね。そうですね、見てますよね、はい、攻められながらも見ています。ちゃんとリン頭の中にリングの形があって、今自分がどこにいるかちゃんと分かってますね。それはよく選手から聞くんですけど、そういうことがそのこれだけ激しい戦いをしてながらでも分かりますね。会場のどっち側向いてるとかも分かりますね。あ、特に後楽園だったらやっぱりお客さんの多い方にコーナーに登りたいとかね、そういうのはやっぱいや試合になる前から考えてますから、戦いながらのよりアピールドの強いポジション、はい、そしてもちろん戦いにおいて有利なポジション、そうですね、はい、ああすげえ、躊躇なく場外に落としていきました。さあここはダークエンジェル、何その翼を広げるか、チャンピオンも体力を消耗している、しかし飛んだプランチャスイシーだ、翼を持ってたんですね、持ってました、ダークエンジェルですから、はい、素晴らしい、いやしかもイロア選手今ねマットのないとこでしたからね、そうでしたね、受け身がね相当きついと思われます。しかしダークエンジェルは許しません。本来ならばチャンピオンもここでインターバルを取りたいところでしょうが、はい、攻めますね、あそうですね、もう今ここでチャージかけてますね、はい、さあ今度は場外でなくリング内に向けてボディアタック、自力で返していきます、よく返しました。ここまでの猛攻を立て続けに食らいながらも井上匠返し続いています。ならばこれはタイガードライバーの体勢か、腰を落としていく、ショルダースルー、バックにかかる、うわなんだなんだ、バックドロップの体勢からリバースブルーサンダーのような形で体の前面から落としていきました。あーヨーロピアンエルボースマッシュを返された、よく見えています。そしてリストを取って、これは得意のレイネーラー、回ったー、セボレオリー、あータップタップタップ、ワンダーオブスターダム2大チャンピオン、ダークエンジェルが3度目の防衛に成功です。